ス。この番組は地域のニュースやイベント情報をお届けします。6月11日、JT サンダーズバレーボールクリニックが南区スポーツセンターで行われました。このイベントはトップレベルの選手や技術に触れ、バレーボールに対する関心を高めようと、広島市スポーツ協会と広島市が企画しました。小学生から社会人まで71人が参加し、個々のレベルに応じた実技指導を受けました。弾くボールを弾くっていう。OK？ OK！ 両手に当たる感覚ってあるじゃないですか。それが一番多いところ。僕も肩を腕に当たったりするの結構ある。で、目つぶっちゃったんだよ。みんな目をつぶるから、思いっきりやるっていう時目をつぶっちゃうから、ボールをしっかりクーって見て打つ。実技指導の後には交流試合が行われ、参加者はトップレベルの選手とともにプレーを楽しみました。僕たちバレーボールで社会貢献みたいなところも僕らの役割だと思っているので、こうやってサンダーズの選手が一般の方とバレーボールを一緒にして、一般の方がもっとバレーボールを好きになってくれれば、僕らも、バレーボールをやっている意味があるのかなというふうに思います。あんまり私はスパイクがうまくないので、足とかリズムとかを選手のところを見ててすごい分かりやすくて、自分も真似しようと思いました。鬼コーチのようですごい的確に教えてもらって面白かったです。バレーボール経験とか年齢とか様々なんですが、選手の上手な指導法によってですね、皆さんが楽しまれて、ざっくばらんな会話をしながら選手と触れ合える機会というのはとても大事だと思ってますので、引き続きいろんな種目でこのようなクリニックを開催したいと考えております。浅南区にある安東公民館横の水田で6月12日、安の花田植えが開かれ、およそ100人が参加しました。安の花田植えは安地区に伝わる伝統芸能です。田植えの時期に応援に来た早乙女たちや牛が衣装を着飾って田植えをするようになったのが始まりと言われています。安地区では子どもが裁振りを担当するのが特徴で、江戸時代から盛んに行われてきましたが、農業の機械化や都市化の影響を受け、昭和34年を最後に途絶えていました。安の花田植え、昔は盛大にやられておったそうなが、これなんか復活できませんかねというような提案をされて、昔の人の聞き伝えだとか、早乙女の所作を知っておるお年寄りとか、いろいろ情報を集めましたらね、安の花田植え歌と、それから楽譜が出てきたということで、それを参考に安の花田植え保存会を15年に作りました。平成18年には安の花田植え実行委員会が設立。安の花田植え保存会と協力し、47年ぶりに安の花田植えを再現することができました。430年ぐらい前にこの辺で球場を張った。去年10周年を記念して制作された花田植えのドキュメンタリー映画、誰もそなたもご苦労様よの上映会や、壬生の花田植えで有名な北広島町のイメージキャラクター、
花田桃太郎くんが応援に駆けつけるなどイベントを盛り上げました。あまり地域と交流する機会がないので、今回このように参加することができてよかったと思います。地元の祭り行事がですね少なくなった中で、伝統の保存という分野でですね、本当に地元貢献ということは、こういうことかなと、思っております。普段あの子どもからそのお年寄りの方まで接する機会がなかなかないんですけど、この田植えを通じて教えてもらったり身をもうあの体験できたので、あの本当に良かったなと思いました。安田女子大学とかね、あの信用金庫とかひろぎんさんとか若い早乙女さんもたくさん参加してくれましてね、初め頃はお年寄りに無理な田植えをさしよったんですが、最近はあのそういう協力者もたくさん来まして、若い早乙女の花田植えも見れるということが、まあ、今年の特徴かなというふうに思います。6月3日、宮島の厳島神社で世界遺産登録20周年を記念した能の奉納公演、世界遺産で舞い歌う祈りが行われました。中国新聞社などの主催で開かれた今回の特別公演、能を披露したのは人間国宝にも認定されている能楽師梅若元正さんです。この日は弟子らとともに厳島神社の能舞台に上がった梅若さん、能の代表演目である土蜘蛛など2つを披露し、訪れたおよそ700人を魅了しました。この広島で演じる、またこの厳島で演じるということがやっぱり特別なことだと思ってるんですよね。先だってもおばばさんがね見えて、原爆でね亡くなった方の慰霊ということもされましたよね。あれは とても僕も嬉しかったし、だからそういった中、平和の機運っていうのかしらがやっぱりすごく今盛り上がってると思う。そういう時にこういった催しをね、まあ、本当に偶然だったんですけども、させていただけたってことは僕にとって本当に幸せなことなんです。はい。夜の帳が降りる頃、大鳥居とともにライトアップされた能舞台。公演のラストを飾る演目は梅若さんが創作した能の舞祈りです。祈りは世界で多発するテロや東日本大震災の犠牲者へ捧げる鎮魂の舞で、2001年のアメリカ同時多発テロの翌年、梅若さんがニューヨークのグラウンドゼロ付近で初めて披露した演目です。今回は音楽大学で声楽を学んだ5人組の男性ボーカルグループル・ベルベッツが歌うカッチーニのアベマリアに合わせ、白衣の2層姿で舞いました。
こういう世界っていうのはなかなか味わえないですからね。とっても素敵でした。すごく厳粛だったし、厳粛な気持ちになりました。こんないいお店やっぱり来てよかったです、とっても。梅中源章さんも本当に心からの演技ということで感激しました。初めてなんですけどね、能は。で、能とあの男性コーラス、合唱、コラボでまた醸し出す雰囲気がすごかった。本当に良かったです。めったにこういうことっていうのはなかなか機会に恵まれないわけですし、この場所自体がそうですし、今日のテーマでした祈りっていう、あのとっても素敵なあの融合だったと思って感激しております。こういうことがまた あるんでしたら、ぜひとも来させていただきたいなと思いました。